はい、2013年、2月25日月曜シャンソンコンサート終わりの青部屋ニュースです。ネロです。戸川雅子です。はい、本日もですね、月曜シャンソンコンサート皆様のおかげで、やりきることができました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にね、はい、いつも本当にあのお客様に、ね、多くのお客様に喜んでいただいて嬉しいよね。本当ですね。今日のお客様もですね、本当に喜んで帰っていただいたんじゃないかな。本当にありがとうございます。ではですね、この青部屋ニュース、皆様から一言ずついただいてますんで、では山本真理子さんからどうぞ。いつも青部屋に出演させていただいて本当に嬉しく思っております。皆様あの歌唱力の高い方ばかりで、あの戸川先生のはじめ皆さん素晴らしい方なんで、どうぞ一度もおいでにならない方はぜひぜひ、あの楽しいところですから、お出かけいただきたいと思います。お腹ダメよ、はい、お腹ダメよ。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では続きましてですね、本日あの青部屋には初登場ですね。そうなんです、初めてでした、はい、でもとっても楽しかったです。はい、はい、もう楽しいいでしょ、楽しくね、はい、はい、楽しかったです、ね、ぜひまた ね、じゃあちょっとお名前紹介させていただきます。はい、カネコムツミさんです。はい、カネコムツミです。今日初めてね、出演でしたけれども楽しかったので、また次回も、ね、はい、はい、ぜひと思いました。ありがたいことでございます。ぜひね、これからも一緒に盛り上げていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい。では続きまして、浅見遥香さんです、どうぞ。はい、今日もご出演させていただきありがとう、あ、ごめんなさい、出演させていただき、いいのよ、ありがとうございました。本当に続く、はい、でもどうですか、いかがですか、あのもうドキドキでした。今日は、ね、歌詞を覚えるのが難しい年頃になります。あと私を前にして言うか。すいません。本当に本当にもう、はい、はい、ということでございます。そしてですね、もう一方、あの本日ね、岸本五明さん、ご出演 ね、あのしてくださってたんですけれども、うちに用事があるんです。ちょっと用事がということで、はい、ということでございます。もしか、ね、夜中の引っ越しってね、やばいんじゃないか。本当にいろいろあるかもしれないですが、はい、そしてですね、毎回月末に、登場していただいてます、まさに、青い部屋のですね、名古屋支部長でございます、ね、だって今度あの5月に名古屋で ね、やりますし、はい、よろしくやりますね。そうです、もう、はい、もうね、青い部屋の本当にもうなんか青い部屋でね、オーディションを受けに来て、こんな素晴らしい方たちが青い部屋に拾っていただきます、ね、オーディションにして、いやもうパリでね、ずっとやってた方ですからね。素敵、うん、はい、アズールベールさんです。はい、ちょっと5月のこととかなんかいろいろちょっとあの5月のことは詳細は知らない、詳細は5月10日は、名古屋今池パラダイスカフェで青い部屋エスプリというあのメロブさんが受け継いだ、エスプリをあの、ご案内していただいて、皆さん前衛のパフォーマンスの方たちが集まって、いいですね、あの第1回です。2回目はあの美術館の方でやろうと計画しております。次の日は、谷村の実家のレストランザンビというところで、素敵なあのレストランですよね、ザンビ、はい、美味しいし雰囲気がまたね、老舗ですか、はい、名古屋の老舗ということでございますね。いやいや、すごいよね、あそこね、うん、それで夜は夜でまた別のところで、うん、ルマンというところでディナーショーとか、はい、その次の日は日吉神社というところで、え、人形供養、日吉神社というところで、あ、神社ね、人形供養祭で、それでそうなんですね、朝早い、朝早い、はい、青い部屋、まあ、名古屋支店、名古屋支部、名古屋支部、支部、こういった具合にですね、本当にあの皆様ね、あのシャンソン並びにですね、本当にあのこういう歌文化、そして青い部屋、さまざまなね文化をですね、全国各地に伝えていってですね、盛り上げていければと、今年も計画中でございますんでね、いろいろあるね、そうです、今年、そうですよ。なので、ぜひね、皆様月曜シャンソンコンサート渋谷でシャンソン月曜日は毎週やってますんで、ぜひ足を運んでください。そして名古屋、また今よ来るのよ、名古屋のね
あたけど怖くて来れなくなっちゃうんで、あのどうか言わない。いやでもね、本当さっきあなたね、こんなに小さいっていうのはあれはね、本当何十年、もう本当100年前ぐらいからずっと、あのずっと歌い続けてる、もう歌なんだよ。こんなに小さい。シプティドンテブラシプティシプティオモナムっていう歌の、うん、私は原語で歌ってましたけど、その時いい歌詞がなくて、だからまあ本当に延々とシャンソンっていうのは長く歌い続けられるものなんだなと。本当ですよね。ね、そうね、100年とかね以上前の曲なんてね、んなかなかあの残ってないですよ。1930年代の未だにあるじゃん。不思議なんですがね、でもね古く感じないんですよ ね、全然感じないです。というか逆に新しいぐらいですよね、もう今とね何週かしてね今新しい。古いものをとっても今ね、うん、私ファッションでも何でも全部そうじゃないですか、古いものが新しい。そうなんですよ、古いから新しいというわけですね。自分でいいようにいいように。はい、そういうことでございます。ぜひね、一度足を運んでください。本日もね皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃ最後にカメラに向かって皆様ぜひ来てね、よろしく、来てね。